谷が野球にかけるような情熱という。丸森周平さん、赤湯温泉の老舗旅館丹泉ホテルの若社長。昼時になるといつもどこかへ出かける彼の趣味は。丸森さん、はい、本業は旅館業ですけど、はい、ご趣味は。ラーメンの食べ歩きとマラソン大会に出たりするのが好きですね。ラーメンを美味しく食べるためですね。県内外のラーメンを年間200杯以上食べ歩き、その美味しさを独自の視点で紹介する SNS は1700人以上のフォロワーを持ち話題となっています。そんな奥多摩のラーメン好きが食べているリアルにうまいラーメンを密着風にご紹介するのが新企画ドキュメンタリー。本日丸森さんが訪ねた店は芋瀬食堂さんです。よくいらっしゃるんですか？そうですね、年に20回以上は来ます。丸森さんも足しげく通う店、1962年創業の芋瀬食堂。店を切り盛りするのは初代おかみの山口清さん、2代目ののぼるさんよしこさん夫婦、そして修行中の3代目あゆみさん清重さん夫婦。家族3代で店の味を守っています。ラーメンの美味しさはもちろん、アットホームな接客もまた店の味です。店のおすすめは壁にドーンと貼られた半ちゃんラーメンセット。看板メニューのラーメンに自家製チャーシュー入りの具沢山チャーハン、それに何十年も前から定番というサラダがついたお得なセット。さて丸森さんの本日のご注文は。じゃあ今日品そばでお願いします。はい、品そばでどうもありがとうございます。看板メニューは、はい、ラーメンってお店の方に伺ったんですけど、はい、品そばなんですね。そうですね、この赤湯にありながら米沢を超える細縮れ麺、すすってて気持ちのいい麺なんですよ。今日の気分は品そばっていうことですけれども、はい、芋瀬食堂さんで他に何か召し上がったりするんですか？そうですね、まず年に数回あの汁なし担々麺、餃子と組み合わせて食べます。で、餃子と汁なし担々麺を一緒に口に入れてレモンサワーでグイッと流してやるっていうのが一番最高じゃないですか。お待ちどうさまでした。はい、失礼いたします。はい、ありがとうございます。品そばになります、どうぞ。もう初めての器ですね。新しい器を今日早速させてもらいました。記念すべき新丼のデビュー日に来店するとはさすが常連。SNS 用の写真撮りもいつものルーティン。あの毎回同じような角度でこの人が撮った写真だって分かるように撮りたいなと思ってます。熱くないんですか？熱々ですね。ただその熱々をすすんのがいいんですね。このすすった時にあのこの縮れの部分が口の中をマッサージしてくれるようななんか心地よさがあります。のど越しだけでなくて触る方の食感もいいっていう。丸森さん絶賛の極細縮れ麺は芋瀬食堂の自家製麺。4種類の粉を、まあ、ブレンドしまして多加水麺っていうか多めの加水率で作っております。仕上げまで手揉みをより多くして縮れている感じを口当たりを楽しんでもらいたいなって思って作っております。米沢さんよりもっと細いと自分では思っております。ちなみに自家製麺はもう2種類あり、セットメニューでも味わえる看板メニューラーメンに使うのは中太縮れ麺。こちらは超多加水麺のツルツルもちもち食感。他の麺と食べ比べしてみるのもおすすめです。
ご主人のご出身が北海道だったということで、北海道産の根昆布をいっぱい使っているということで、昆布の旨味が効いたスープです。あと生姜隠し味に使われてまして、冬でも体がポカポカ温まると、もう寒い中歩いてきてもここで食べると汗をかいて帰るっていうそういったスープになります。本当このチャーシューがうまいんですよ。チャーシューでかいっすね、はい、食べ応え抜群です。大きなチャーシューも三ノ瀬食堂のこだわり。その理由というのが、昔30年ぐらい前にインパクトがあまりにもないかったので、やだら大きくすればいいかなと思ったので、このようにだん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 大きくなっていきました。ラーメンのスープをしっかり飲みたいもんで、普段はフライとかにもソースもかけないで食べたり、ちょっと違うところで塩分を控えてるんです。そうなんですね。ラーメンに全てかけてるんですね。そうですね、うん、大谷が野球にかけるような情熱という。ごちそうさまでした。この食後の水も美味しいんですよ。目上げてるやつはブレまくってますね。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。どうも。今日の品そばいかがだったでしょうか。いつも通り美味しいです。とっても励みになります。どうもありがとうございました。お気をつけてお帰りください。どうもありがとうございました。ドキュメンタリーをご覧にいただいた皆さんに、三ノ瀬食堂から2000円分のお食事券を5名様にプレゼントいたします。ぜひご来店ください。